エンリケ・アンデルソン・インベルは、アルゼンチンの小説家、追筆家、大学教授。アンデルソン・インベルは、コルドバに生まれた。4歳で、ブエノスアイレスに、さらに8歳で、ラプラタに移った。そこの国立大学で学び、18歳で、ブエノスアイレス大学に入学。ペドロ・エンリケス・ウレーニャから文献学を、アレハンドロ・コルンから哲学を学んだ。1930年から、 クヨ国立大学で、その後は、トゥクマン大学で教鞭を取った。それと、並行して、ブエノスアイレスの社会主義新聞、ラ・ボン・グアディアの文学部門の編集を行った。1947年、フアンペロン政権の誕生で、トゥクマン大学の教授職を失い、グーゲンハイム奨学金で、アメリカ合衆国に渡り、コロンビア大学、ミシガン大学で教えた。 1965年、ハーバード大学のスペイン文学部のビクター・エース・トーマス・プロフェッサーに就任し、1980年まで務めた。1979年にはアルゼンチン文学アカデミー会員に選ばれた。教職を引退後、著作活動に情熱を燃やし、また、毎年数ヶ月はブエノスアイレスに戻った。2000年にブエノスアイレスで没したが、 死の床で短編を下書きしていた。生涯にわたって社会主義への愛着を訴えていた。アンデルソン・インベルの作品でおそらく最も有名なものはかなり短いマイケロック・ウェントスでファンタジーとマジック・リアリズムを融合させたものである。1965年に書かれたサラ・デ・エスペラや1966年のタブー、他にミガルナ・ペドロ、亡霊。 デビューといった作品がある。ありがとうございます。